せいに考えてくださいと。六十、うん、コマすごいんだよね。六十コマも大概ですよと。<laughs> あなたのホビーにカメラ技術のプラスアルファ。アルファホビー。で、やっぱりまあ、その。秒間、その体験したことのないそのコマ数。で、これ変な感じになってるのが。うん アルフス9 3っていうのが秒間120コマっていうのがまあ一つ少し売り文句というかねえ非常にこうキャッチコピーとしてあるわけなんですがあの60コマっていうモードになったりするんですよたまにねもうね感覚なんかおかしなっとってどっちも変わんねえみたいな感じだけどね正直ねいやいや俺はねどっちも変わんないとかじゃなくてねどっちかっていうとああやべえやべえ60コマになっちゃってた。 うん、だからもうちょっとスカウターみたいな感じだけど<で>本当に冷静に考えてくださいと、うん、60コマすごいんだけどね60コマも大概ですよと <laughs> アルファ1の倍です、うん、アルファ1の倍ということはアルファ1のマックス30コマで取ったコマとコマの間にもう1コマ入るんですよすごいよこれが要は60コマそれで見てもあなんだ60コマになってたんだっていうねちょっとなんかねあのもう 低いスペックでトータルみたいなな感覚っっちゃってるんですよも,うでも実際違いますよねっていうそれぐらいすごいことです。あともう一つねそのこれ昨日の,その発表の中でも多分中で PV の中で多分話しててあの多分出てたと思うんですけども、えー、とちゃんと日本語で、えー、同じものが流れて、うんえー、ソニーの担当者の方が そのシーンごとにちゃんと説明をしてくれるっていうちゃんとあるんですね最初にその,そのそれぞれの回の冒頭にあるわけなんですよでその中に出てきたのでそのまあ120コマが取れますよの中で注釈で出てきたのが120コマそれぞれ1回1回オートフォーカスあと AE 要は速攻ですよね要は露出を見てるっていうのを120コマのモードでも 全部ちゃんと一枚一枚やってるよっていうのが出てました。やってんだ、すげえな、もうちょっと120コマの世界って、あの若干これは制限があると思ってました、そこは。あの秒間で120コマ撮れるってことは、なんか我慢せなあかんのかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、あの唯一言われたのが、えーとね、ロート JPEG ダブルで撮ると落ちますって。あもう120は撮れないって言ってました。 取れないわけ、取れないわけじゃないっていう取れないから取れないわけ、取れないんだよね。だから百二十個まあ達成できませんってことね。到達できない。ただローオンリー、J ペン J ペンオンリーだから当たり前ですね。だったら達成できます。ローオンリー達成できるのはちょっとわかんないけど。できないか、ローオンリーで達成できるのかな。ローにちょっと試してないですね。けど別になんかあのそれで機械が動かないとかじゃないと思うよ。だからたとりあえず設定して百二十は出ないけどそのまま。 使い続けられるみたいな感じだとは思うんですけどね。うんうんうん、これがね、あのー、すごいなと。あプリキャプチャー来ないですよ、<ー>アルファワン。多分。うん、わかんないですね、これもね。あー、120コマは確か達成できるみたいです、ルシファーさん。なんか、俺や、やれるって聞いた気がするな、これ。だからう 同時書き出しじゃなきゃできるのかな？ローのみだったらとかってことなのかな？そう、ローのみ OK、JPEG のみ OK、ロープラス JPEG はダメ差がるってことはい。まあ明確なわけじゃなです分かんないけどね。一応そんな感じかなっていう話を受けたときに。ああいやでも下がるってのは聞きました。あそう下がるっていうのは私も聞はい。明確にた。それは話は聞きました。はい。だロローでローの状態で百二十が取れるかどうかは明確には聞いてないけど多分大丈夫だろうってことだよね。その話だとね。うん、なんとなくほんわりとは聞きました。それは。 はい、でまあそれもすごいなっていうところでその意外に我慢しなくていいんだって、うん、そこのところがうんあやっぱりっ、ね、圧縮だと行くってことでねあ圧縮だとそうなんですねうん、うん、でねまあそういったのもあってねまあいろいろとこやっていくわけなんですけどもやっぱりねまあ驚くべきはですね えー、最初はそんな感じでねこう、なかなか慣れない感じでやってるじゃないですか。うん、で、僕らね、幸運なことにですね、えーと、立場、3つの立場で入りました、会場に。えー、1つは、えー、インフルエンサークリエイターとしての立場、うん、でもう1つはプロサポートの、えー、会員としての立場で、もう1つは一般消費者としての立場、この3つを駆使してですね、結果、1日いました。はい、で、えー、最初に使い始めたときと、 えーまあ、僕は実質まあ3回いましたが3回目は取ってないです、2> 2<回>皆さんと交流したので2回目は、お2回目まあまあ結構しっかり取らせてもらって、えー、最後の方どうなったかというともうね、ちょっと自分の好きな設定にしだしてるんですよ。で、僕は何をやったかというとプリキャプチャーの要はさか、えー、る時間をなんとなく自分の好みが見つけ出しました、こういうゴムぐらいだなっていうのが。 例えばじゃあバドミントンとかの,そのプリキャプチャーに関しては僕の感覚だとなんとなく0.5秒から0.3秒ぐらいがちょうどいいなっていうふうに感覚しましたまあそれぐらいに要はもう教えてもらってもパッパパッパその場で要はその確か4分間しか触れないんですけどその4分間の中でもう設定触り出してるんですねすでに何が言いたいかっていうとそれぐらい気軽に使えるもんだってことです 制約があるのは本当にね、大量のやはり写真が撮れるので、そのメモリーカードに対して非常に負荷がかかると、あの早くコップがいっぱいになっちゃうってどこかが少し気をつけないかんぐらいで、あの他はね、そんなに大止気にしなくていいです。だと僕が少し、すごくいい、すごいなと思ったのが、ティーバッティングの時の、えー、120コマが、1回の,そのシャッターで一番撮ってるんですよ、まあまあ長く押したんで、1. 点何秒だったっけな、あれ確か秒数が決まってますよね、確かあれって。うんうん、はい の場合はそれを結構4回とかやったんで、要はもう120枚以上が取れてるわけじゃないですか、当然その120枚以上を記録せなかんですよね、メモリーカードに。で、皆さん、アルファ使ってる人よく知ってると思うんですけど、ビューンビューンビューンがあるじゃないですか、こう、で、ここの要は数字がちょろ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 と減っていくっていうの、それ、いわゆるバッファーが消費されてるんですけど、あれがね、JPEG のエクストラファイン。 の状態でやって、あれが要はクリアする時間がもう異様に早かったです。あ JPEG だからっていうのもあったのか、そうか、あんまり俺、JPEG のみで撮ったことないから。JPEG でも、一応エクストラファイン、一番大きい容量です。最初ね、ファインになってたんですよあの、記録が。で、それは変えていいですかって言ったら、いいって言ったんで、僕はエクストラファインであの保存しました、JPEG は全部。恐ろしく早かったです。 えー、なので、例えばじゃあ120コマの一番マックスの要は連射のスピードでじゃあ,あ1.5秒ぐらいかな、うん、要は取って、えーまあ、200コマはいかないですけど100コマ後半ぐらいの、えー、JPEG が要は取れたとしてそれが要はリフレッシュされて、えー、と次のシューティングに移れるっていうまでの時間っていうのは恐ろしいほど早かったです。あけめちゃくちゃゃくいな チルルルルなんか、なんてうの、数字が後ろかなんかばーって、こう、要は、ちゃ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 って減っていくのが、見えないです、それは、全然、それぐらいの速さで減っていってました。なので、バッファーっていいですかね、要はこのリフレッシュするための要は、動線の太さに関しては、かなり太いものを用意してるんじゃないのかなっていうのは印象でしたね。 まあ、いくら120撮れるかってずっと押しててさずっと撮ってたらさ動画撮れよって感じだから、まあ、極端な話ねちょ直接すっげえストレートに言っちゃうと120個まあ何が面白いってね 120, 120枚撮るじゃない部長とも言ってたけど120枚撮って再生するときにグリグリ回すような気持ちいいもうねババババババ,バ,バーってこう<ー>もう本当にこういうふうにスローモーションのね <laughs>、うん、映像が流れてるかのようにね、えー、動くんですよ<あ>本当に <laughs> うんであとね面白いなと思ったのがねもう一個 これななんとなく、俺ちょっと意識してやってないからあのー、なんとなく見てたんだけどあのねバーって取ってる時にこうなんていう例えばじゃあバドミントンだったらこう振りかぶってズバーンって打つわけじゃないですかその打ってるところの要は取った軌跡がなんとなく後ろで、ね、残像でファ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 と残ってるんですよあれ見た私、バババッットトしか見見い。いいやいやいや、バットでも見たバット あええその覗いた時にってこと撮ってる最中のこのファインダーとかモニターあ私ファインダーじゃなくてモニターのみで撮ってました2回 2> モニターでもそ,そこまではちょっと記憶してだけどファインダーはねそんなに <laughs> ファインダーはそんなに激綺麗っていう感じはしなかった正直ね、まあ、映像に関してはねうん,うん <laughs> それがなんかねすごいなと思っただからそのパッと打った時の,その後ろになんかそのこれが撮れましたみたいななんか。 ふわっとななんんかね残残像みたいなの残るんですよそれ覚えてない俺それなんかあったような気がしてだから撮った後にその塊でその動きが取れてるっていうのなんとなく分かるんですよああはい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 、はい、瞬間しか出ないですよそれはだけどあこう来てこういったっていうその要はこう例えばじゃあこうまず手を振り上げて上からバーンッとパラパラ漫画の状態がちょっとなんとなく見えるっていうか なんかるその、シャ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 ってのが見えるんですよ、なので、あこのセットで撮れたっていうのが、なんとなく分かります、瞬間で、あれはなんかすごい撮ってて、気持ちよかったですね、あ今の入った、フレームの中にっていうのは、すごいありましたね、うん、<laughs> まあ、ブラックアウトフリーのこの精度に関してはあのー、なんだろうな、何が違うのかよくわかんないですけど、アルファ1よりかはるかにやりやすかったです、このブラックアウトフリーのこの感じっていうのは。 何が違うのか僕はさっき言ったこの残像が見えるからなのかもしれない、もしかしかたらうんそれが分、うん、かんないけどとにかくその、取ってる時の取り切ったあ今の取れたっていうのはすごく分かりやすいなとうう思いました。うん